久保さん、今回あれにしましょうか。愚痴を聞くバイト。<laughs> 愚痴を聞くバイトにしましょうか。これ以前ですね、僕、結構前なんですけど、テレビ番組でこういう企画があって、うん、面白い副業12選だったかな。なんか、こんなバイトあるのみたいな、あの、バイトが紹介されてて、その一つの中で、あの、ただ愚痴を聞くっていうバイトがあって、 で、まあ、このヘッドホンつけてね。あ,あそうなんですか。うん。ひたすら1時間聞くとかね。<laughs> それだけですね。まあ、あとはね、あの、社長さんにもモーニングコールですね。<laughs> 別に僕、モーニングコール iPhone のアラームでいいんじゃないかなっていう <laughs>、思うんですけど。人によっては、人の声で目覚めたいという、人の声という情報ですよね。人の声という情報で目覚めたい。 しかもリアルタイムでそれ別に録音したやつでもいいんじゃないかなって人の声をねだけど生,生テレフォンで目覚めたいっていうね女性の声なんですかねそうだからまああの久保さんが言った通りまあそり情報に価値を感じる人もいれば物に価値を感じる人もいるしなんだろうなうん人それぞれですでなんで情報ビジネスが あの、最強なのかっていうと、まず、まあ、年齢重ねても、情報を発信できるわけですよ。でも、喋れなくなったら、文章っていうね、えー、伝え方があると思うんで、まあ、よくその、ああ、わささんか。わさだいさんはん、10年ぐらい年収1億を達成してる人なんですけど、14歳ぐらいで、なんか、 事故って、半身不随になって、で、あのー、なんかそうもう体が、車いす生活なんですよね。で、それで何やったかっていうと、そのなんか、鉛筆を加えて、鉛筆を加えて、キーボードを入力して、コピーライティング書いて、で、リストマーケティング、それでレポート書いたりとか、リスト集めて、あと商品、情報商材売ったりとかして、まあ、年収1億っていうのを10年ぐらい続けている。 うん、だからまあなんだろうな。うん、口に鉛筆を加えて、なんかキーボードというかね、なんか打てるんだったら一応稼げるっていうね。<laughs> だから、まあも,もちろんその人それぞれ価値の感じ方は違いますけど、インターネットを使うことによってどんなメリットがあるかっていうと、そこに、そこのか情報に価値を感じる人にリーチができるってことですね。うん。より多くの人に。うん、1億人以上いるわけじゃないですか。 で今インターネットなんてほとんどもうねあの、スマホ持ってない人なんていないので、インターネットに全員ほとんどアクセスできると思うんですよ。昔と違って。うん。だこれね、僕バブルが起こってると思っていて、何かっていうと、その、昔はね、家庭にパソコン1台あるかないかっていう時代だったんですよ。だけど、今はポケットに1台なんですよ。だから、常にみんなインターネットにつながってるんですよね。 じゃあ、インターネットに繋がってて何してんのかって話で、検索したりとか、自分でなんか趣味があるものとか調べたりとか、結局情報を取りに行ってるんですよ、ポケットから。うん。だけど、情報発信する人少ないですよね。情報を探す人はすごく増えたんだけども、ポケットに1台ですから。だけど、発信する人非常にいないですよ。<laughs> うん。だから、情報ビジネス最強だなっていう。で、リーチもできるし、いっぱい。 うん、だからまあなんだろうな物物に価値を感じてるけどそのものに至るまでじゃあなんでそのものに興味を持ったのかっていうと多分情報だと思うんですよ写真だったりとかそのその物の写真だったりとかそのものの映像だったりとかなんだろうなそのもののコピーライティングだったりとかうんもちろん視覚的な情報っていうのもありますしね そのデザインがかっこいいとかだからその物なんだけど物なんだけどここに情報あるよねとだ黒,黒い情報丸っていう情報とかあとこれだったら15から4 5ミリっていう情報だったりとか物なんだけど結局物も,も情報じゃねみたいな <laughs> 全部情報じゃないかなっていうどう見てるかじゃないですか視覚情報ですよね。まあ視覚情報と聞いて うん、んかまあ物も言いましたけど結局その例えば久保さんがキットに興味あの「ナイトライダー2000」に興味持った理由って多分映像情報だと思うんですよねナイトライダーのあのテレビ番組見てなかったらそもそもキットに興味ありましたっててか知らないですよねキットあのテレビ番組僕も見てましたけどあれを見,見たから興味を持ったんだと思いますよあれ見てなかったら多分買ってないですよね おそ<恐>らく <laughs>、あのテレビ番組見てなかったら <laughs>。だから結局物に興味あるのも情報だしね。うん。まあ情報ビジネスしかないんじゃないかなって僕は思いますけどね。うん。で、あとまあ実際リアルに愚痴を聞くっていうだけでもバイトになるっていうね、ビジネスになってるっていうのはね、すごいなと思いますけどね。ただから愚痴を聞くだけですよ。愚痴を聞くだけ <laughs>。ひたすら、なんか <laughs>、はい、みたいなやってましたからね <laughs>。 でそれ見たとき結構ね、センセーショナルだったですね。僕は、あ,あ、そんな世の中には仕事があるんだ、みたいな。うん。だからまあ、うん、情報ビジネスが最強かなっていうところですね。うん。はい。まあ、どんなビジネスやるに、どんなビジネス別にやってもいいんですけど、情報からは、うん。 情報回避はで情報回避して売るっていうこともできないだろうし写真情報もない視覚情報もない聞く情報もないコピーの情報もないどうやってその商品買うのかっていう興味持つのかっていう、うん、じゃあ絵も,絵もそうじゃないですか絵もその,その絵の情報ですよね綺麗なのかかわいいのか美しいのかっていうまあそれは感性の部分感じ方の部分もあるんですけどじゃあその感じるに至る 視覚情報じゃないですか <laughs>、うん。だかそう考えると、なんか情報ビジネスしかないのかなって思いますけどね、逆に。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。